ましょう。冷たい。僕が映ってない。映ってない。つけ方がよくわからない。よし、参りましょう。はい、お願いします。はい、こんにちは。はい、こんにちは、嫁です。旦那でございます。はい、嫁だね。嫁だんです。よろしくお願いいたします。ちゃんと合間見てやって。そうなんですか。いや、合ってない。今もう一回もらっていい？よろしくお願いします。キラリン貯めることにしたの、その間カットされる。もう一回やってください。ということで、はい、ボンちゃんの後ろからお届けしてるんですけれども、はい、実はですね、ボンちゃん初めての車検でございます。はい、まあ、あの買ってからね1回目の車検は取ってるんですけども、まあそうですね、はい、その時はもうカスタムも何もしてない、はい、僕らの手元にもまだ来てない時の車検だったんですけれども、はい、こちら小型貨物なので1年車検でございます。はい、ということで1周年なんだこのまま。ボンちゃんが我が家に嫁いで1年経ったということで、今回ですね1年乗ってみて感想をやっていきたいと思います。まずは1年経ったんでね、乾杯しましょう。そのために買ってきたんだ。そうだよ、飲めないからさ。はい、ノンアルコールです。ゼロ。はい、ワンちゃん1年ありがとう。元気で走り回ってくれたからね。はい、ということで、よいしょ。ワンちゃん1年ありがとう。ありがとう、これからもよろしくね。はい、乾杯。乾杯。乾杯。まずはね、はい、我が家のねボンちゃんをご紹介したいんですけれども、うん、はい、平成27年度車、はい、マツダボンゴバンということで、うん、車両本体価格27万円、うん、消費税込み約30万円で購入ということで、うんうんうん、我が家はねこの子と共に今年日本一周を目指すということで、はいはい、ボンゴバンを選びましたと。はい、はい、やってまいりました。到着でございます。はい、こちらですね、はい、カスタレンタカーの旭川豊川11号店、はい、そうですね、でこちらの方で、車を探していただいたところ、うん、やっと届きましたので、はい、公開でございます。とうとう下からこう行きますか。なかなかびっくりします。ジューン。なんとマツダのエンブレム。じゃ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 ーん。はい、そうです。はい、こちらにね書いてありますね。はい、ボンゴ、マツダボンゴです。はい、ボンゴバン、ボンゴバンですね。バンです。はい、こんな感じ。はい、ゴリゴリの商用車でございますね。そう、見て見て、何かそう、もともと使われてた感がすごく。なんか多分会社名かなんか入ってたと思うんですね。そうだね、ここに多分入ってたんだろうね、うん、一緒にお礼言って、はい、ありがとう。ありがとうございました。ということで、1年乗ってみて、うん、ちょこちょこカスタムもして、うん、良かったところ、はい、悪かったところ、うん、ということで、うん、まずは良かったところからやりましょうか。そうですね、最終的に悪かったところになるのはちょっとなんかあれだけど聞いててね、ごめんね。いいところから行くよ。はい、いいところから行くからね。ということでいいところ、はい、うん、まず一つ目、はい、はい、思ったよりね広かった。そうですね、こういうタイプ私初めて乗っかってみて、うん、こんなに広いんだと思って本当に衝撃だった、うん、
ね、うん、普段からキャンプだけ行く分にはスカスカのスカラピョンです。スカラピョン、スカラピョン。いやでも本当にスカ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 、うん、前回のそろそろなんてもうね、ドンドンドンで終わりですよ。めちゃくちゃ詰める。詰める。さすが貨物。ね。だからその前の C ちゃん、マツダの CX5、同じマツダですけど、から比べたら、多分3倍ぐらいじゃないか。あるよね、うん。なんでこんなに詰めるかって言ったら、2列目のシートがないからなんですよ。ああ、そうですね。うん。この2列目のシートがないおかげで、ガラーンと広いんで、初めてね、荷物移し替えた。ね、あの時確かにすごい衝撃だった。台車として借りてたあの子、うん、それに結構パンパンパンに積んで星岡さん行って、うん、その帰りだよね。そう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 。移し替えた時にスッカスカと思って、うん、そんなことある？そんなにと思ったよ ね、うん、ということで積み替え終わりました。完了です。完了です。すごいよ。すごいね。すごい、びっくりした、うん、びっくりした。はい、行きましょうか。はい、じゃじゃん、じゃじゃん。すごくない？スカスカ。もうボン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 入れただけなんだけど、うもう本当にバッと さらっと置いただけで、こんな感じ。積み替えの時間も5分ぐらい。5分ぐらいだったね。この3倍ぐらい入りそうだもんね、うん、窓まで達してないからね。そうだね、全然。だから閉めたらほぼ見えない。ほら、ね、荷物ほぼないように見えるぐらい。すごいね。いやまあ当たり前なんだろうけど、そうだけどね、ハイエースとか乗ってる人にとっては当たり前なんだろうけど、はい、うん、こんな、なんかすごい感動した、ね、まあ、座席がない分ね、特に。そうだよね、うん、もう本当にフラットなんで、住みやすいということで、うん、まず一つ目、とにかく広い、広い。これね、後で今度逆に狭いってなるんですけど。でも本当に荷物だけ積む分にはものすごい詰めます。そうなんですよ。荷室としては広いという。広い。これが一つ目。十分です。はい。はい、で二つ目、うん。ハイルーフ。あ、そうだね。これがね、うん。うん。だいぶ違うよね。だってハイじゃなかったらこの辺でしょ、多分。だから私の頭でも今こう突っかえちゃうぐらいだ。20センチぐらい違うんじゃないかな、うん。私全然これぐらい余裕がある。まあ見ての通り、うん。今ベッドキット組んでますけども、うんうん、このベッドキットを組んだ時に。僕がこうやって座れるっていうのが、そう、そこが一番のポイントだったもんね、うん、これ多分なかったら無理。こんな状態で過ごすのは無理だよね。この間のタープ泊と同じになる。まあそれかベッドキットをもっと低くしなきゃいけないってなっちゃうからね、うんうん、今何センチだっけこれ。30 20センチとか。20センチじゃあのコンテナも入らないから ね、 そうだね。今蓋なしのコンテナがちょうどすっぽり入る大きさなんで、うん、であの薄いコンテナだったら悠々入るんで、入る。今のところ別に蓋さえ外せば、うん、そうそうそう、うん、ガッて引き出してパッて取れるから逆に便利だったりするし、そうなんですよね、うん、あれ蓋をしてる状態だと1回出さないとできないから逆に良かった、うん、はい、うん、ということで2つ目はハイルーフ。これがすごい、うん、ことのほか良かった。これは本当にハイルーフで良かった、はい、そして、ね、次に、安かった。そうだね、うん、やっぱりいろいろ考えたんですよ。そのしーちゃんとお別れするにあたっていろいろできるし大きい方がいいよねって思ったんだけど、うん、やっぱりお値段がパーンと跳ね上がっちゃうんですよね、車種によっては、うんうん、いろんな皆さんからね、うんうんうん、ご予想をね、そうだね、ランクルかなとか、うん、ハイエースかなとか多かったですけど、うんうん、やっぱりね第一候補はね、うん、ハイエースでした。そうだね、うん、あの広さはやっぱり魅力あるからね。本当ね、皆さんすごいなと思うけど、欲しかったのはランクル、78のプラドがいいねって言ってて、うんうんうん、次にやっぱり車中泊とか考えるんだったらハイエースキャラバンだよねっていうのがあって、うんうんうん、もちろん軽バンとかも考えたんですけども、うん、なんせねハイエースもそう、特にランクルは去年の今頃ね高くなってたんですよ、値段が。とてもじゃないけど手が出ない値段だった。でハイエースは売る時のことを考えたハイエースいいんですけども、うん、買う時にお値段がね、うん、やっぱり大人気だからね、うん、高いよね。ただこの子は4駆もあってそれで27万円もうねもうねっていう感じだったもんね、うん、もう巡り合ったか巡り合ったっていう感じ、うん、あとねやっぱりこう中をいろいろしたり、うん、まあ、外も色変えたり、うん、
ちょっとしたかったっていうのもあったんで。そうだね、うん、本体価格がお安かったことによっていろんなところに少しお金を回せたっていう部分も。そうだね、チャレンジできたっていうの。そうそうそう、ということで3つ目は、うん、お安かった、リーズナブルでした。はい、だから乗ってみてっていうところではないけどね、これ。あ、まあ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 、それはもう乗る前の乗る前の決め手なんですけど、うん、でもまあいいところですよね。はい、うん、じゃあ4つ目、はい、カワウイウイそうだね、見た目も好きだった。マッチロケッケの時からカワウイウイって言ってね、うん、言ってで、それを自分たちの好みの色に仕上げて、うん、もうね、すごい、うん、ウィンカーカラーをね変えたあの時でもうすでに可愛くて仕方がもうずっと眺めてたもんね。そう、もうテールランプ見ながら飲めるねって言って、うん、でそれを前頭に出すわけじゃないですか、うん、その前頭出すのが嫌でしばらく家にね帰ってこないから、そして前頭走が終わって帰ってきました。うん、ライ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 、はい、はい、やってまいりました。はい、来ました、ニューボンちゃん。ニューボンちゃん正面こんな感じになりました。はい、正面だけでもだいぶ変わったね、うん、じゃあ横行きましょう。はい、じゃじゃーん、じゃーん、はい、こんな感じでございます。実はツートンです。ツートンでございます、はい、後ろの見た目がねめちゃくちゃ可愛くなったよね。こんな感じです。うん、塗り分けをしましたです。はい、よし、怖いね、僕大胆だから。あー、いいんじゃない、あ、いいじゃないですか、いいんじゃないですか、いい感じですよ。いいね、あ、すごくいいよ。ぱっと見わかんないでしょ嫁なんて素晴らしい、上手にできました、できたね。あ、すごい、またさらにぐっと可愛くなったよね。車好きな人よくわかると思うんですけど、うん、乗ってて自分が乗ってる姿を想像するんですよ。あ、ウキウキしちゃうよね、ウキウキ楽しいです、うん、自分たちで選んだ色だしね。そうだね、うん、満足しております、はいはい、で今4つ目、うん、で5つ目、はい、エンジンの調子が意外といいです。あ、そうだね、うん、全然今のところそんななんか不安に感じる時は特になかったかな、ね、うん、北海道も一周したりとか、そう、あの時の方も行きましたけど、一回変な匂いしたのがあったぐらいで、あれはただ単にブレーキ回数が多くて、まあ、うん、なんだっけ、ブレーキがちょっと焼け、うん、焼けかけてた匂いって、うんうん、今ちょっとトイレ休憩に止まったんですけど、一旦なんかすごい変な匂いしたんだよね、うん、車から。警告とかは今とこ出てないんで、うん、わかんないんですけど、匂いは結構きつい。今ボンちゃんジャッキアップして離して。はいよ。こう押さえるんで摩擦で熱持つんですよ、はい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 、それを頻繁にやると、はい、これ以上やると焼けて下手したら火つくこともありますから、まあ大丈夫ですね。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。それがねちょいちょいあるんですよね。だからちょっとそこら辺は弱いのかな、そこまででもないけど、しーちゃんの感覚でやっちゃうと結構負担かかるのかな。だからこの子に合った走り方をしないといけないのかな。多分ねローターって、パッと当たるこのローターがしーちゃんとかよりはちっちゃいのかなとは思います。でもねすこぶる元気、元気いっぱい、本当に。もう北海道一周した時もそうだし、うん、本州走った時も、うん、ざっくり多分1万キロ以上走ってんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、全然すこぶる元気いっぱいでございます、ね、クーラーも暖房もしっかりとバチッと効いてる、うん、それがね助かった。暖房効かなかったらかなりきついし、まあ、冷房もそうだけどということで5つ、はい、で6つ目、はい、行く前に皆さんお気づきになりました、うん、ちょっとのーちゃんかっこよくなった爽やかになったね。嫁さんはもうちょっと爽やかにそうだね、はい、ちょっと汚かったから頭本州遠征が控えてるのでちょっと1年ぶりだよ私。カットしてきました、はいはい、ということで6つ目、はい、はい、4WD、そうだね、
それはやっぱりこれは大きいですよね。本当に、うん、必須だからね。まあもちろん 4WD じゃなかったら買わないんですけど。いやそうですね、無理だね。乗れない、乗る先がもうほとんど限定されてしまうんで、うん、しかも切り替え式の4駆そこがいいよね。よかったですね、うん、うちの家の前に砂利が引いてあるんですけども、うん、4駆だとスーッと出れるしスーッと入れるんですけども、うん、FR にするとちょっと踏んじゃうとジャリ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 って飛ぶから危ないんですよね。でことのほか、うん、冬はもう快適に走れました、うん、1回だけ埋まったか家の前で。それこそ除雪しっかりしてなかったから無理やり入ってって埋まっちゃった。そうそうそう、それはありましたけど、まあ普通に走ってる分にはまあそんな埋まることはないのかなっていう感じだね。ということで6つ目は 4WD でございました、うん、はい、どこかな。いやまあ細かく言えばいろいろあると思う。大きく言えばそんなところですかね、うん、ということで後半は悪かったとこ。はい、ごめんね。いやないんだよ、基本的にはないんだけどちょっと気になるなっていうところをね。機嫌悪くなったらどうしよう、ね、急に動かなくなったりしたはい、ということでお待たせしました、はい、松田ボンゴバンボンちゃん買って1年走って、うん、気になったとこ、はい、悪かったとこ、うん、行きたいと思います。はい、はい、まず1つ目、はい、燃費ってとこですかね。うーん、なんかね、うん、すこぶる悪いって言われてて、結構周りからも言われたかな、うん、燃費悪いと思いますって、うん、車屋さんとかからも言われたし、うん、ちゃんとしっかりと測ってないんだけども、うん、やはりあの北海道外周回った時に、うん、結構ガソリン代はかかったので、うん、多分リッターね10走んないんじゃないかな、うん、8区ぐらいかなっていう体感、うんどうなんだろうねっていう感じ。そう思ったよりは悪くなかったイメージそうそう想像してたよりは良かった、うんうん、かなと思います。悪くなかった。でも多分良くないはずなんで、うん、一応燃費ということにさせていただきます、うんうん、一つ目燃費がちょっと悪いかな、うんうん、まあ、C ちゃん ディーゼルだったしね。いやそうなんですよね、うん、それがやっぱり結構大きくて、うんうん、です、はいはい、ということで二つ目、はい、乗り心地が悪いいやまあそうですね、こればっかりはね、うん、もうどうしようもないよね。どうしようもないですよね、うん、形上ね、うん、いや分かってはいたことなんだけど予想以上に悪かった。ずっと悪いとかじゃなくて段差跳ねるの、跳ねる、めちゃくちゃ跳ねる。面白いけどねいやでもねちょっとあの本当に気にしながらそういう段差とかは運転しないと壊れるんじゃないかってくらいガーンってくるんで、うん、いつもあの気使って運転してくれてます、うんうん、そしてベッドキットを組んでるんで、うん、跳ねるとベッドキットも跳ねるんですよいやそうコンテナとかもそうダンってなるんで、うん、北海道って基本的に路面が荒れてるので、うん、ボコボコしてるね、うん、冬の方が意外と良かったりしました。ガタガタガタとはしてるんだけども、うん、でっかいドーンがあんまりドーンがないからないかな、うんうん、ということで2つ目、はい、乗り心地はすこぶる悪いはい、まあ、これは覚悟の上で皆さん、ね、これみんな分かってると思うから、うん、覚悟の上だと思います。はずなんで、はい、板バネというね硬い足回りなので仕方ないです、はい、仕方ないですね、はい、ということで、3つ目、はい、暑い、あ夏場ね、夏暑い、うん、そして冬もっと寒いかなと思ったんですけどちょこちょことカスタムして下にデッドニングってやったおかげなのか、うん、冬そこまで寒くは感じませんでした。そうだね、思ったよりも冬は大丈夫でした、うん、ただまあ夏は暑いね、暑い本当に、まあ、去年暑かったしねそうだね、うん、北海道も結構記録的に暑かったんで、うん、それもあると思うんですけども、うん、もちろんただの鉄板だっていうのもあるんですけども、うん、窓、うんうん、フロントガラスとか、あの、そうですね、UV カットとか入ってないんですよこれ多分。そう多分ないと思います。そういうマークがないんで、シールっていうかね、それがないのでただの本当に、うん、車用のガラス、うん、なのでそれも大きいのかな、ものすごいその透過性がいいのかなとは思います。そうだね、だからハイエースの方なんて本当に皆さんこう絶対フィルムを貼ってるしね、うんうん、まだうちシェードとかも作ってないんであれですけど、うんうん、夏はやっぱり暑かったね、暑かったことのほかです、うん、ということで3つ目、はい、
暑い。はい。あ、でもあれ欲しいね。エンジンスターター。あー、エンジンスターターっていうか、P が欲しい。ちょっと番外編で一つ。あのキーレスがついてないのでそう冬だとね開かなくなるんだって。一回開かなくなったもんね刺して回すキーが回らなくなるんですよね、うん、冬鍵かけれなくなるんですよ、うん、坊ちゃんキーレスじゃない時代の鍵は本当によくよくみんななってました、うん、鍵開かないんですよ、うん、車の鍵開かないって車の鍵開かなかったら暖気もできないしね、うん、何もできなくなったすいません番外編でした、はい、すいません北海道ならではですね、はい、あるあるでした、うん、っていうことで4つ目、はい、漏れるまあ漏れるね。これはこの子だけなんですけど、だから仕方ないんですけど、うん、別にね防護みんながこうそうなるわけではないんですけども、うん、我が家は漏れるんですよね。漏れます。これから洗車に行くんですけども、はい、一つねちょっと懸念がありまして、実はね運転席側のドア、うん、あのギーギー言ってたんですけど、ああ、うん、先ほどねあのちょっと撮影しといたんですけど、うん、多分嫁様あの知らなかったと思うんですけど、見える？え？分かる？割れてるの？そう、切れてんのここ。あ、本当だ。そっちは繋がってる。繋がってた。あ、そこが切れてるんだ。ここが切れてるの。そのおかげで運転席側のドアの、うん、ここにあの隙間ができてる閉めた時に隙間があったんだよね。これぐらい隙間ができてる。ギュッグッと押したらこれこの隙間がすごい、あ、本当だ、うん、光が差すぐらい、ね、まずは予備洗いしたいと思います。はい、はい、お願いします。一応ね、何かあった時のためにタオル置いておいてください。タオル置いておくんだ、はい、何かあったらこれで塞いでください。はい、塞いでもうすでに入ってきた、やばい、濡れたこれやばいんじゃない？ダメですか？入ってきましたよ。入ってきました。雨降って入ってくるわけじゃないんだけども。そうだね。衝撃的だったよね。初めて洗車機入ったの。そう。あのガンの。そう。あれでやると入る。でやると、シャーって。あれは大丈夫だったんだよね。あ、そう、あの自動のやつ。ね、あの植え付ける前は一回自動でやってみたけど。行ってみて。意外と大丈夫だったんだ、ね。大丈夫、全然入らなかったんですけど。ところがこうこれでこうバーってやった。角度が悪いとね、すごい勢いで入ってきます。ということで、4つ目、うん、漏れるでしょ。これはあのうちのボンちゃん限定です、はい、ドアが歪んでるからです。はい、ということで、5つ目、はい、いきます。2人乗り、あ、これいいところでも挙げたんですけど、うん、広いけどもセカンドシートないんで、うん、人が乗せられないんですよ。絶対乗せられないんですよ。絶対乗せられないから、結構ね乗せてあげたいなと思うことはこの1年多々いろいろな場面であったんですけど、ごめんなさい、乗せられなくて、うちって親とかも乗せてあげたいんですけど乗せられなくて、乗せられなくてね、そこにあんま考えてなかったんですよね。まあいいや、2人だし、そう、2人だから別にいいかと思ったんだけど、うん、思ったよりも乗せてあげれればよかったなっていう場面が多かったんで、 ね、その辺はちょっと不便でしたね。です、確かに、はい、良くも悪くもって感じですね、はい、ということで5つ目は2人乗り、はい、はい、まあいいんだけどね、うん、うん、2人で乗る分には全くむしろない方がいいんですけどね、はい、ということで最後6つ目、はい、後ろの窓が開かない、うん、うん、そう、一つも開かないんです。それはね結構きついよねって、うん、あ、これもあるかな、だから暑いっていうのは、あ、窓が開けれないから、ね、窓開けれないんでね、
どうしてもその運転席と助手席だけ、もしくはスライドドアを少し開けるとか、うん、リアを少し開けるっていうぐらいしかできないので、真夏のね車中泊とかねするときに結構大変なのかなっていうのは、なぜ車中泊の時に冬もそうだけども、うん、換気も取りにくいっていうのがあるので、で本当真冬にね運転席と助手席ちょっと開けてたんですけど換気取るの、そしてこうカーテン閉めてるじゃないですか、そしたらこのカーテンの向こう側が嵐になってたからすごかったよね雪景色雪だらけそれは結構でっかいですね、まあ、ということで、1年乗ってみて、気づいたポンちゃんのね、悪いとこではないよ大丈夫、ちょっと気になったとこは6つ挙げさせてもらいましたはい、はい、ということで、いいとこもね、悪いとこも挙げさせていただいたんですけれども、まあね、いいとこも もっとあるし、あ、そうです、もちろん細かく言えばいろんなところありますし、悪いところも、まあ、もうちょっとある、ということで、今後のねボンちゃんのカスタムの予定をちょっとお話ししていきたいんですけれども、まずこれだね、このベッドキット今ちょっと見えてませんけど、ベッドキットを改造すると、まあ、クッションとかもついてないし、そうだね、機構としてももう少しが変わりま す, そうです、ね、はい、これをやらないとちょっとなかなか日本一周はちょっときついかな、きついかなっていう、で続きまして、天井、天井もやる予定ですね、そして天井とともに、カーテンをしっかり決めてしまうと、今あのマグネットのフックにあの突っ張り棒を引っ掛けてるので、これね、そうつけっぱなしにして走るとグダンって落ちちゃうんですよね、であと結構下目についてるのでいつも頭をぶつけて要は天井を多分木製で張っていくと思うので、そこに直接ネジで、レールみたいな感じで、つければ収まりいいのかなと思ってます、まあ、それに伴って棚とかね、そうですね、つけるとしても後ろ側改造していこうかなと思っておりますです。そして大事になるのが、まあ、シェードだね、あ、目隠し、ね、この窓の目隠し、これを 自主的に制作するか、もしくは既製品があるのかないのか、なんか知ってる方いらっしゃったら教えていただければ嬉しいなっていうのは、ボンゴのキャンピングカーみたいなのあるじゃないですか、あれ用の前だけのシェードは結構見つかるんですよ、後ろがなくて探してもね全然見つけられなくて、ぜひ教えてほしいなと思います、よろしくお願いします。あとは最後っていうか、まあ、これどのタイミングでやるか分かんないですけども、サブバッテリーシステム、これがないと多分回れないと思ってるので、電気が足りないんです、ソーラーは積まない予定だもんね、ソーラーはやらないと思います、ということで今後のね今後のカスタムについては今お伝えした通りです、ということで、まあ、本州行って、帰ってきて、まあ、キャンプしながら、またやっていきたいと思っております、暑い時期にね、まあ、できれば6月にねやっぱりある程度やっちゃいたいなとは、さすがの北海道でも夏は暑かったですからね今日ね、そうですまた来年車検ありますから、まあ、その時にまたどうするかっていう感じです、まあ、そこら辺は今回車検取る時に本当業者さんにちょっと聞いてみて、どこまでやっていいのかっていうのをちょっと確認はしてみます、ということでカスタムはそんな感じでやっていきたいと思います、よろしくお願いします。これからねボンちゃん車検出しますんで、車検の出せる状態に持っていきたいと思います、っていうのも実はねここか、椅子の真後ろ、真下というか助手席と運転席の後ろに、こっちエンジンか、エンジンです、助手席がエンジン、助手席で運転席の後ろにバッテリー関係があって、このベッドキットを組んでると開かないんですよ、開けられないんだよねこれね、ベッドキットを前と後ろで分割されてるので、後ろはねどうもこのままでいいそうなんですよ、ああ固定されてないから、固定されてないんで、前はそういった理由でずらさなきゃいけないので、このまず板をはぐって、G ファンのやつを2人で持ち上げて後ろに移せればそれで OK だし、移せなかったら解体しなきゃいけないっ
ということで、はい、その作業をやっていきたいと思います。はい、はい、寒めっちゃ寒い。何度これ、わかんない、寒すぎだろ。一桁だね。とりあえずこれ巻こう、はい、とりあえずこれを開けて入るんだけど、よいしょ、はい、はい、よくして、よいしょ、よくして、いい感じよ今のとこ、はい、はい、こうひっくり返す、ひっくり返して乗っける、うん、ひっくり返す無理か、いかへんな解体せんとやっぱり無理じゃない、無理か、ということで無理だね、道具もないので帰りますか。よいしょ、取れた、そしたらこれでずらしてみる、うん、持ち上げて、あーいいね、おー、いった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 、これでいけるね、こんな感じで、あとぼっこだ、ぼっこ、よいしょ、どうなってんのこれ、ここのつまみをグッと、あ、こうなってる、うん、こういう風になってるへえ。グッとしてもらったらこっち入るわ、ああ、入った入った、ここでグッと止めとけば、オッケー、元通りできたー、できた、これで問題ない、問題ないね、はい、あー寒い想像以上に今日ちょっと寒くなっちゃったね、何度、5度、6度、6度今まだ3時とか4時でしょ、うん、今で6度明日もっとやばいからこれは雪降るわ、降るね、うん、今週行く前に風邪ひいたらあかんわ、やばいね、もう今お風呂沸かしてきたもん終わったらすぐ入れるよう、ね、に、ね、寒すぎた、はい、ということで、はい、酒の準備も整いましたんで、はい、これで心置きなく本州遠征ね、うん、行きたいと思います、はい、ということで1年乗ってみて、うん、結果めんこいんですよそうですね、いろいろまあ考えても、うん、私たちには結構ぴったりだったかなって、うんって思ってます、うんうん、なんかへっぽこなところも可愛いへっぽこ、うん、なんか確かにもうなんていうんだろう、商用車ですから、うん、乗り心地もそうだし、うん、やっぱり加速とかもね、そう普通の乗用車に比べたらやっぱり馬力はないですし、誇れるところって言ったらやっぱり広さ、車格に対しての広さっていうの、うん、もちろんハイエースとかの方が広いでしょうけども、うんうん、この、うん、小型貨物っていう車格で言ったら十分広いし、そうだね、うん、なんかちょうどいいかなって結果思ってます私は。そうだね、大きすぎず、まあ、まだカスタム続きますけど、そのカスタムって考えても、うん、結構やりがいがあるというか、広さ的には全然まだまだやれる感じがするので、うん、ね、うん、商用車で本当にシンプルな構造なんで逆にカスタムもやりやすいかも、うんなのでぜひね、うん、そのこういう商用車を使ってねカスタム楽しみたいという方はねぜひね参考になればいいなと思っております。はい、はい、ということで、まあ、これから先ねまだまだキャンプ、そして車中泊キャンプ、うん、で日本一周って続きますんで、はい、ぜひねあのチャンネル登録していただいて楽しみにしていただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それでは次回またお会いしましょう。やめなんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。本当に寒くて、ろれつが全く回らない格好絶対間違えて、だってこんなペラペラの中半袖だからねそりゃ寒いよ、6度だもんだって、ほら風邪ひかないでね。またお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。うん、ま手震えてきたの、やばい、風邪ひくわ、お風呂入ろう、お風呂入ろう